2022ミス酒滋賀代表の磯部理沙と申します。滋賀県には約40前後の酒蔵があるのですが、今回はそのうち3つの酒蔵をご紹介させていただきます。滋賀にお越しの際はぜひ足をお運びください。では行ってまいりましょう。まず一つ目にご紹介するのは北酒造様です。1820年より約200年以上続く北酒造様は滋賀県東近江市池田町にございます。私の祖母の家も東近江市なのでとてもご近所でした。8代目蔵元北義道様に酒造をご案内していただきました。まずはこちら精米をする場所になります。精米した時に残ったぬかなどを取り除くようにお米を洗い水に吸わせてお米を蒸していきます。蒸したお米を冷ました後は温度と湿度が高いこちらの麹室の中に移し麹菌を繁殖させます。その後これまで作ってきた蒸し米、麹、水に酵母を加えてこちらの酒母室で酒母を作っていきます。こちらは仕込み蔵で一つ一つの発酵タンクで発酵させます。麹に含まれる酵素が米が持つでんぷんを糖に変え、酵母はその糖を吸収してアルコールと二酸化炭素に変えていくのです。これが世界的にも珍しいと言われる日本酒の閉口発酵の仕組みです。発酵が終わると米の固形物を取り除くために蒸走します。これによって澄んだ清酒が生まれていきます。そしてこのような貯蔵タンクで貯蔵されるのですが 0.3 度と低めの温度で貯蔵しているということだったので理由を伺ってみました。これはいわゆる若めのお酒、熟成をあんまりさせないで経済のタイプにするというのがもうここにうちの方針です。最後にお酒を瓶に詰め、生酒以外のお酒は火入れをして終わりになります。いかがでしょうか。足早でしたが日本酒の作り方の工程は分かりましたか。では最後に北酒造様の季節のお酒をご紹介させていただきます。はい、ではこちら北酒造様の季節のお酒である喜楽町若苗でございます。ぜひこちらのお酒の特徴について教えてください。はい、お料理に季節感があるように日本酒でも、ね、季節感があるんですね。まさにこの若苗の季節、ね、田んぼに田植えされてね、苗の終わりに、ね、植えたね、あのイメージのお酒なんですね。はい、新緑の酸味から味わいと同時にね、後でもいいタイプのお酒としてこの時期に発売するお酒が特徴になります。こちら蔵マスターでゴールドメダルが取られてる一品です。ではこちら自宅でいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、北酒造様の喜楽町は関東でも見かけることが多く、例えば成城石井さんでも売られています。なんと9代目蔵元は8代目蔵元の娘さんの北真由子さんで蔵人もされています。アパレルブランドのギャップともコラボしていたり、なかなか全て紹介しきれないので、ぜひ北酒造様のインスタグラムなどを見てみてください。本日は創業1860年の北酒造様に伺ってまいりました。滋賀県の竜王町という町にございます。松之司という銘柄で長年地域の方々で、滋賀県っていうのは琵琶湖があるからね、はい、結構無農薬化率が高いんですよ。うん、そういう低農薬の環境高大農産物という認証の中でやってるんで、はい、まずいい米を作るっていうことをやってる中での、まあ、これ、うん、この部分は無農薬ということなんですけどね。はい、だから精米した時に割れるような米ではダメなんで、うん、割れないように、うん、ちゃんとした米を作るための工作をしているということが、まあ、全体的に言えば、まあ、それが大変ですね。じゃあ、元々基盤としていいお米作りをされているし、滋賀県だからこその、そう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 、もうラベルがかっこいいんだと、ここがベルア生地なんですね。そうそう、それね。酒造様は特に竜王町という地域の美しい自然とともに、その地域の土地で大切に育てられたお米を使って日本酒を作ることを大事にされているということを感じました。原料米は全て自社で精米をされているそうです。そのようなストーリーを知ると、松の司をいただく際には竜王町の自然が思い浮かびますね。そしてホームページには松の司の日本酒に合うおすすめレシピが載っていて、どれもとっても美味しそうなので、
ご購入の際は全国の取扱店舗がホームページに載っていますので、そちらもぜひ合わせてご確認ください。以上、松手酒造様でした。創業から200年余りの北島酒造様は、琵琶湖の南東に位置する滋賀県湖南市にございます。定番の宮栄と朝鮮の北島という2つのブランドを提供されています。では行ってみましょう。まず磯部理さん、北島です、どうぞ。よろしくお願いします。まあ、でもここは、ここでは肝が作らないです。はい。だけは大きな仕込みで、こっちは大さんが、こっちは銀醸用のちっちゃいのを作ってます。今日の場合は、まあ、2度ぐらい。まあ、やっぱ大きいやつ、大きいほど、やっぱり温度管理がしにくくなる。銀醸酒とかは特に低温で発酵されるので、発酵熱を抑えようと思ったら、こうやって、タンクの前に冷水が回る。ラベルに表示されない部分にもこだわって丁寧にお酒作りをされているんだなということを感じました。そして最後にいくつか試飲をさせていただいたのですが、ぜひご紹介したいのはこちら、琵琶湖のクジラです。度数 20% だとかなり強いのかな、でもありえないほど美味しいってどんな感じなんだろうと思っていたところ、程よく気持ちよいアルコールの強さでがっつり冷やしているのに米の旨味をギュッと感じられてとっても美味しかったです。以上、北島酒造様のご紹介でした。ぜひ